はい、半魔家の本家の半魔岩尾先生です。日本で歌われている君が代の岩尾という名前が私の名前で歌われているわけですね。父さんの名前でもあります。でね、天皇家と私とは、半魔家とは、半魔家の貴族とは全く関係ありませんけれども、昭和天皇、私が生まれてからね、昭和天皇と今の天皇と皇太子殿下ですね、は私の存在をね徹底して隠してたくさん殺しをしてるんですね。今度は広宮様はこうそういうの改善して、絶対やんないようにしてますしね。でイギリスエリザベス女王はそんなことしないんです。私のね地位というのは確保してくれてるんですね、昔からね。粉砕はしないんですよ。言わないけどね、それは勝手に自分で言える力がなければダメですね。ただね、皇太子殿下と今の天皇というのはだいぶ私の身分ね、高い身分、自分の身分しか言わないだけじゃなくて粉砕してるんですね。殺人をたくさん無数にしてるんです、天皇と皇太子殿下はね。だからそこら辺がね問題があるわけです。私その火花が散るわけじゃないけども危険者なんですね、天皇の。ただ、次の代表のなるね、天皇の代表になるということでね、は彼はそれを完全に取ってくれてるみたいですね。でイギリスエリザベス女王と同じですね、同じようにね、昔からですけどね、ということなんですね。これはぜひ注意してください。自分の身分だけ言って、ね、他のものがいるというのを知ってながら粉砕するんですね。だからそこら辺でね、粉砕するっていうことはもう大勢殺してきてるんですね。私の方に攻め込んできてるわけですね、裏で。で今度の広の海さん、ちょっと口回んないけども、は天皇代行のね、は良いんじゃないかというね、ぶつかりがないし前から気をつけていらっしゃるみたいなんでね、イエス・エリザベス女王と同じでね、私のは古いからね、本物貴族でね、ということですね。そういう関係でありますね。私の半魔家の本物の貴族、王様なんですけど、私はね、そこら辺が世界中の人間が知らないといけないんでね、教えているわけですね。どうもありがとうございます。